かりしてますし、この打球が右中間真ん中、杉本取れません、ヒットになった。さあ俊足万波は二塁を、ここは二塁止まってツーベース。さあこれがヒットでプロ初安打が長打になりました。そして捉えましたね、サントリーファームで結果を出して次に昇格した場面になろうとね。これはライトへの大きな打球になりますよ。ライト大きい、見送ってフェンス直撃。さあ万波はセカンドまで行ってタッチセーフになりました。ツーベースヒット、万波中正、ワンアウトからのツーベースヒット。さあチャンスメイクです。反対方向でした。カープですか。そうですね、これはレフトへの強い打球になる。レフトフェンスに当たった。さあ長打になるか。万波ツーベースヒット、リードオフダブルになりました。彼らしい当たりでしたよね、さあ万波も今日は起用に応えるツーベースヒット、今シーズン3本目のツーベース。何か歯車がうまく回り出しています。そして万波もタイムリーヒットでプロ初打点を記録。返しました、6対1。この回今日3点目が入っています。それは今ね、テレビの前でファイターズファンの方々すごいガッツポーズともに感じられますか。でこれはヒットになります。さあ万波も今日これが初ヒットになってきます。3打席目だ。野村がこう先に出場機会をもらっていた、これ同期ですけどもね。これは強い打球だ、フェアになっています。さあセカンドランナー近藤はサードを蹴って悠々とホームイン。万波中正勝ち越しのタイムリーヒット。万波中正です。これはレフトへの打球になりますが、左中間伸びてるぞ、伸びて、It is going, going。 プロ初ホームラン生まれました、万波中正。ようやく花咲きました。3年目長打が期待されている万波中正に待望、初ゴールが生まれています。やっぱり自分のチームの他に、おっと、これはどうですか。これも高く上がっているぞ。なんだ、ただフェンス外です。夏君、万波中正ツーベースヒット。加藤さん、多分一瞬言葉を伸びましたが、行くかというね、打球でしたけども、ちょっと今チェンジアップですかね、高く見たんですけど、まあ、非常に今のに対しても合ってると言いますか、大きいことになってきましたね、はい。おっとバットの先ですが伸びていく、どうだ、下がってフェースに当たった。万波は一塁回って二塁へ。ちょっと体勢を崩されたかのようなバッティングだったんですが、打球が伸びていきました。これは詰まっているんですがレフトの前、パワーで持っていきました万波です。だんだん経験とともにね、本当にマークしなきゃならん選手になっていきますよ。このパワーは本当に魅力ですもんね。ツーアウト、ランナー一塁で左中間への当たりになりますが、これはどうでしょうか。真っ二つに割ります。さあ、ね、野村はサードを蹴って帰ってきます。バックホーム間に合いません。ファイターズ万波中正のタイムリーツーベースヒットで先制。これはどうでしょうか。長野にませんか。どうですか。もう見送っていいです。 Going Go。低めをすくってヒットにしたノーアウトランナー一塁。これがチーム2本目のヒットです。今鎌田が打たれましたが、ボール自体は伸びた低めの球に見えたんですけども、レフトに上がって万波がフェンスに当たった。その後セカンドツーバースケッチ、ノーアウトランナー二塁。
ロッツさんがおっしゃった後のこの万波長打、うん、で初球打ちセンター返しのバッティング渡辺バッティングとストップ、うん、先発いい先発投手の特徴ですよね。万波はストライク1から打っていきました。変化球三遊間破っていきました。レフト前ヒットです。左中間高々と上がった万波の打球しかしセンターおっと入手なってるぞ誰だおっとスタンドに入っていた。外野の2人が見失うほどの高い打球左中間へ万波第3号の勝ち越しツーラン立て続けにホームイン。着弾するまでこの球場のほとんどの人がボールを見失っていたかもしれませんが気合の一撃すごいときましたよ。中間の高いところ奥ですよね。上のアッパーまで行ったじゃないですか。